演算記念館入口演算記念館は埼玉県引郡川島町にある博物館。日光証券創設者、東山源一の邸宅と美術コレクションをもとに1970年に開館した。運営主体は公益財団法人演算記念館で歴史的建造物である演算家の邸宅、庭園と美術工芸コレクションを保存公開し、 文化芸術の振興に寄与することを設置目的としている。演算亭の建物は2018年度に国の重要文化財に指定された旧演算亭東東表現館旧演算亭東東表現館旧演算亭西東廊下演算家住宅は、東山玄一が母、B のために建てた邸宅であった。建築にあたっては、総監督を 弟の遠山義雄が務め、設計監督は東京帝国大学を卒業し、東京、神田で設計事務所を開いていた、室岡総七が、大工東領は東京、阿佐ヶ谷の中村誠二郎が務めた。日本各地から名材を集め、当時最高の建築技術を駆使。昭和8年9月26日の着手より、 昭和11年4月25日の竣工まで2年7ヶ月。直接工事に関係したものだけでも延べ3万5千人を動員したという、登録有形文化財である建造物の保存、公開とともに、美術工芸品の展示を行う美術館も所在する。美術館は改修工事のため2017年6月より休館し、2018年4月に再開館した。 建造物旧棟及び土地が旧延山家住宅として2018年度に国の重要文化財に指定されている。2000年から2018年までは国の登録有形文化財。ありがとうございます。